最強ウィング・アントニー、コベントリーを煽って物議に。PK でユナイテッドが勝利を収めるシーン、右から6番目のアントニーの行動が話題に。アントニーって恥ずかしい。外からしてもアントニーのこのリアクションは、恥ずかしい試合して煽るのはキモすぎるし、てめえほとんど何もしてないだろ。ユナイテッドファンだけど、アントニーこの場面で煽るのはマジでキモい。リスペクト勝ちすぎてる。なおマグワイアは相手選手を叩いて握手に。ごめんだけどアントニーよ、嬉しいのはわかるけどいくらなんでも小物だぞ。マグ兄さんの行動とは真逆すぎる。ユナイテッドからしたらいい内容ではないし、ただ一人だけ煽る姿見るとなおさら。アントニーはマジで救えない。すぐ敵と握手しに行くマグワイアはさすがやな。マグ兄マジで好きになった。あまりにも恥ずかしい勝利に全員いち早く戻ったのかと思ったら、これはひどいな。アントニー小物がすぎるだろ。試合内容含めてだけど、歴史あるグローリーユナイテッドにふさわしいのがマグワイアだけってどんな自虐。まあアントニーのはコベントリーのイレブンに対してじゃなくて、その後ろのコベントリーサポーターに向けてだったように見えたけどな。大差ないが。アントニーとかいうプレミア1の小物。